はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。昭和28年頃のピアノが手に入りました。このピアノをね、売却したいという時に、まあ、一般的な楽器屋さんだとあまりにも古いのでね、まあ、いらんという方多いと思うんですが、もう私はもともとピアノが好きで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 やってますから、こういうその人が持ってないような、もう見たこともないような珍しいものっていうのは飛びつくんですね。まあ後の修理、うちの社員もう社長また大変なのと言うかもしれませんが、ちょっと今外装修復の職人がねちょっと退職したので、外装は現状でという条件で中は手を入れて、まあこのオリジナルのまんまの外装でよければということで扱いたいと思います。もう本当に、こういう大変な社長で従業員は苦労すると思いますが、それでもねもピアノ好きで好きでやってますからね、ちょっとね僕は堪忍してください。そこはね、見てください。このピアノ私見たことないです。皆さんどうですか、こんなピアノ見たことないでしょ。いや私ね本当に長いこのピアノ人生、ピアノ業界にいて初めて見ます。まずねこの譜面台のこれ多分彫ってますよ。これ彫ってます。これこんな状態、これは珍しいですね。これこんな風になってます。これでここにトーンエスケープでちゃんと穴開いてますからね。でここがこんな風にこうこんなデザインでしょ。で色がまあ傷はありますよ。こうやってねこういう風に彫り物がしてあったり、ここのとこが見てください。これカーブこれカーブこういうね。で下のところがこんな風に、まあ日本ペダルですけどね、ちょっと形がこんな風になってる。ほんでね蓋の開け方なんですけど、見てくださいよ。これパターン、河合の場合はね、河合のピアノ私言うパターンね、パターンと開けるパターンなんですって私よく言いますね。これ違うんで一回だけいいですか。パターンでここに山張ってでしょ。シュッ一回でいいかと、シュッパターンシュです。パターンシュで一回だけパターンとして奥にシュッとやるパターンですね。結局パターンです。でちょっとここにねひび入ってますね。まあ木なのでね、まあ乾燥するとあれが入るんですが、ちょっと合わせ木です。こことここの木をこう合わせて貼り付けてあるんで、これちょっと割れてますけどね、まあでもグラグラはしてないです。大丈夫そうですね。まあ本当にこれもう職人の手が足らんので、外装現状でよければ、あここちょっと外れてる、これはちょっと貼った方がいいかな。これ接着します。これバリッといかんようにちょっと浮いてるな、ここ。まあ、これがまたね、浮いてる、あ、これちょっとあかんかもね。ちょっと、ごめんなさい。このままでよければ、丁寧にね、ちょっと割れんようにしますが、外装現状でよければということで、中はちゃんとしますよということで、欲しい方、柱は5本支柱ですね。でね、これ中がですね、製造番号がまた古い、これ。55718ってねいう感じです。これ、調べると昭和27、8、9年、まあ昭和28年ぐらいですね。ちょっとここもちょっとこう浮いてますけどね、これね、これね。で中はね案外いいんですよ。これ多分ね手入れてありますね。まあハンマーはオリジナルのままだと思いますが、なかなかなかの状態はこれ良さそうです。でね音を聞いてもらいたいんですが、これね結構いいんですよ。まあこの時代ってね木材もいいのでね、いい木をふんだんに使ってるので、まあ小型ですけど、調律できてるでしょ。そこそこいいじゃないですか、これいいじゃないですか。あ、音くれて、結構いい、広がる、わーんと色、
これただの古いピアノや思ったらちょっとえらいあれでしたね。めっちゃ音いいですね。あの小型ですけど、こういう大きいピアノに比べたらめちゃちっちゃいんですが、音めちゃいいです。この今聞きましたでしょ、この広がり、ふわーっと広がる広がり、これちょっといいですね。これね、なんか手を入れてきちんと音はちゃんともっと良くしますが、外装はこのままもうオリジナルのもう古いまま、もうこのままで触りません。これで中はちゃんとやるということで、よろしければ、ちょっと浮いてますけどね、こういうとこがね、ちょっとこういうとこ浮いてますが、できる範囲でちょっと見ますがね、よければ言ってください。いやー、ええの手に入ったな、これね。やっぱりね、ちょっと変わり者のピアノ屋さんですが、こういうものを、どうしても欲しいのでね、入れましたけど、これ多分あの欲しい方いると思います。あの人の持ってないものを持ちたいからってね、私みたいな人いるんですよ、なんかね。そういう方はもう一刻も早く押さえてください。多分次ないです。もうこれが売れたら多分次はないです。もう二度と入らないと思いますね。もう私の二十何年間のこの本当業界人生の中で初めて見ましたんでね、まあ、あのヤマハのね社員の人とかは知ってるかもしれませんが、これには驚きました、ね。まあ、特にここがいいですね。これね、運ぶときちょっと折れんように、これちゃんと梱包するように武蔵さんに頼んどきますから、まあ、絶物見たい方は見に来てくださいね。昭和27、8、9年ぐらいのピアノです。よろしくお願いします。それではさよなら。